ボンネットのある一部にシミがありました。それがこれです。これは虫の日焼けで起きたシミですね。この隣にある虫も放っておけばこのシミと同じくなります。え？虫のシミ？そこまでは保証できないとのことでした。私としては保証がないならどうすることもできないので引き下がるしかありません。あの後、私から担当営業にある要望を伝えました。それは他のショップでコーティングをするにあたり、新車だと綺麗な状態なので下地処理をすることなく通常の値段でコーティングができるんですけど、汚れがついた状態の車だと下地処理を施さないといけなく、通常からプラス上乗せした金額でコーティングをするらしいです。今回20日経ってコーティングに出しますが、ほぼ新車と同様なんですけど、1000キロ走る予定なので、その間でもしかしたら汚れがついて下地処理を施さないといけない可能性があり、それって前回のシミがあったせいですぐにコーティングできなかったわけです。そのままコーティング屋に持っていくとお金が発生するかもしれないとディーラーに伝えたら、ではうちでコーティングする前になったら入庫してボンネット含めて全体的にきれいに掃除すると了承いただき、そして先日ディーラーにベゼルを持ってきました。お忙しい中すいません、よろしくお願いします。予定では明日の午前中に引き取りに来ればいいんですよね。予定ではそうでしたが夕方までに仕上げようと思ってます。ボンネットのシミについてはポリッシャーを借りてきたので磨いてきれいにしたいと思います。では終わる連絡をお待ちします。台車はその日は空きがなく暑い中歩いて帰りました。そして夕方ホンダから連絡がありましたのでまた歩いて行きました。今度は担当営業からではなく整備スタッフから、終わりました、ボンネットのシミはポリッシャーでも完全には取れないみたいです。黄色いシミは虫にも種類があり、シミができやすい虫がいるとのことです。今回はちょっと取り除くのが遅かったためシミがクリア層まで染みてしまったとか。お客様のお車は屋根があるところに止められてますかと聞かれ、いえ青空駐車ですと伝えると、その辺にはシミができやすい虫が多いみたいですねと馬鹿げた意味不明なことを言っており、イラッとしました。まあもうこれ以上話をしても虫の話しかしないんだなと思って諦めました。まあボンネットなんですけど肉眼で見ただけではよーく見ないとわからないため、まあもういいやと思って、サイト層やボンネット交換を保証されたとしても交換で多分1ヶ月ぐらいはかかりそうで待ちそうだったので、これ以上コーティングを延期にしたくなかったのでまあよしとしました。予定では次の日にディーラーから受け取り、そのままコーティング屋に持っていくはずだったんですけど、当日受け渡しされたので家まで持っていきました。雨が降ってきたのでいつもは入れないガレージに入れました。またコーティング前によこさせたくないため。そして次の日午前中にガレージ内でボンネットの様子を確認してみるとこんな様子です。最終的に表面磨きをすると鏡と同じ感じなので上のライトの光がそのまま綺麗に反射します。でも今見るとある一部のライトの光が乱反射してるんですよ。なんだこれ。よーく表面を見ると傷がついてます。うわー、やられた。恐れていたことが現実となりました。多分最終的に表面磨きをしていないのかと。ポリッシャーで粗めのコンパウンドでただ磨いただけ。粗めのコンパウンドを使って磨き、少しずつ薄めにして最終的には表面磨きをすると思うんですけど、その工程を行っていない、粗いままのコンパウンドで終了って感じで素人レベルの施工。まあディーラーって整備はできても塗装やコーティングは外注のはずなので、そこにいるスタッフがやったとしても当然素人レベル。それを任せてしまった私がバカだったと。
ポリッシャーで磨くと言ってた時に傷がつく懸念をして、やらなくていいですよってまあ言えばよかったのかなーって、まあほんと実際にねちょっと思ったんだよね、傷がつく可能性があるっていうの。これからディーラーに再度連絡して、ボンネットの染み付近に傷があるんですけど、多分ポリッシャーで磨いた時にできた傷だと思いますと伝えても、例えばでは今から再度確認しますと言われても、今日の夕方からコーティング屋に入稿を予定しているので、もう2度目の延期になるのはさすがに嫌だったので、ディーラーには何も言わないでそのままコーティング屋に持ってきました。事情を説明して、ボンネットの傷がどの程度なのか、その上からコーティングしてしまっても問題ないのか、いろいろとちょっとご相談と説明をして、ベゼルを預けてきました。そしてコーティング屋から連絡が来ました。早めに連絡があったので、もしかしたらボンネットの傷の件での連絡だと思って、ドキドキヒヤヒヤしながら電話に出てみると、その話ではなく予定よりも仕上がりが早く今日の夕方には出来上がりますと言われ、その日は予定があったので次の日に取りに行きました。ボンネットの傷はなんとか大丈夫だったらしくて、コーティング屋で軽く処理を施してくれたとのこと。じゃーん、コーティングが完了しました。ちょっとね、本日あいにくの雨で、もうすでに泥んこになっちゃってて、結構汚い部分あるんですけど、で、予定してた前のここに関しては黒に塗っちゃうとちょっとなんか真っ黒すぎになる可能性があると思って、ここはねシルバーに残しておきました。リアはここをピアノブラックで塗ってもらいました。まあ完全にもうね、すごいやっぱ塗装やってすごいなと思うのは、色合わせもねバッチリ上下色が合ってて、塗装ももう完璧。今まで自分で結構塗装とかやってたんですけど、やっぱさすがプロと全然出来が違いますね。もう完璧ですよね。なのでね、一気に統一感がね生まれてね、すごい見栄え的に良くなったと思う。あとはマフラーかなんかをまあ変更すればすごいいいのかなっていう感じですね。でホイールも一応ねコーティングされてます。ボディがねコーティングされてるんですけど、ホイールも一緒にコーティングっていう、なんかそういうセットなんですよ。で肝心なボンネットのここら辺の傷に関してはコーティング屋の方で取ってくれたので綺麗になってます。で撥水効果がどんなものかっていうのをちょっと見てみたいと思います。もうこんな感じですね。水滴がもうスルンと落ちるような感じですね。おお、すげえ。一応このコーティングに関しては5年保証がされているので、まあそれだけ持続力が多分高いと思います。こんな感じですね。